はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は4月の30日で火曜日です。空はね、雨降ってます。ということで、キュウちゃんは今日は休みです。今日はね、一応平日ということでね、3日ほどね、学校行かなあかん人もいるみたいですけど、でもゴールデンウィーク中です。もうね、4月もね、今日で終わりです。早い。もう明日から5月ですよ。今日のニュースはね、一つあったのは、タイトル的に泡吹いて息してなかったからというタイトルだったんですよ。内容的には小中学生のね、子供がね、サッカーして友達と遊んでたみたいなんですよ。で、友達が転倒して頭を打って息してないということなんです。それでその兄弟はその友達に振動マッサージをね、5分間して、それで意識を取り戻したそうなんですけど、病院もね、3日後に退院してるそうです。サッカーしてて転倒して頭を打って息してないということ、いや、そんなことあるんやと思って、まあ、命の恩人ですよね、それも完全に。なんでほんで心臓マッサージできたかというと、そういう講習をね、受けてたそうなんですよね、前もって。だからできたということですけど、うわ、すごいなと思って。小学生中学生でそんなことできるって、もうね、はず。まあ5分ぐらい、まあ言うたら心臓止まってたんでしょう。まあ何の後遺症もなかったということはなかったんでしょうかね。それは良かったことなんですけど、とにかく助かって良かったですね。まあ、そういうニュースがありました。もう一つは、静岡の沼津市に筋肉マンミュージアムができるみたいです。筋肉マンって言ったらジャンプの、漫画なんですけど、それのミュージアムができるみたいです。できるというか、もうね、オープンしてるみたいです。まあ、筋肉マンって言ったらね、もう面白いキャラが多いんですけどね、一番はね、僕のね、筋肉マンのキャラで言うとね、一番面白いで言ったら便器マンでしょうね。もうね、和式の便器なんですよ、体が。ほんで頭にね、うんち乗せてるんですよ。ほんで必殺技がね、もうこの便器の中にね、敵を流してしまうんですよね。まあ個性的なね、キャラが多いんですよ、筋肉マンって。もう便器マンの弟子のね、ボッシュアスとかいうやつもいるんですよ。それがね、洋式便器なので、手にはね、スポスポを持ってるのよ、シポシポ。ケンダマンとかいうやつもいたんですよね。まあ頭がね、ケンダマンはね、頭がね、ケン玉なのよ、取れるの。このボールに顔があるんですよ。あと一番ね、面白いというか、インパクトあるやつがいるんですよ。それはもう、ほんまのね、脇役なんですけどね。プリプリマンっていうのがいるんですよ。プリプリマンっていうのは、顔がね、お尻なんですよ。顔がお尻やで、真ん中が割れてるんですよね。そっからね、毒ガスをね、吐くんですよ。もう超人。いや、筋肉マンミュージアム一度行ってみたいですね。まあ筋肉マンも大概面白いキャラなんですけどね、この顔の真ん中に肉って書いてあるから、という感じです。僕ね、漫画ミュージアムは行ったことあるんですよ。この京都にある漫画ミュージアム、
昔行ったんですけどね、まあ漫画が置いてあるだけなんですよ基本ね。この古い漫画とかが置いてあるだけなんですけど、で何をしてるかって言ったらみんな漫画読んでるんですよで僕的に観光で来てるわけで漫画読みに来てるわけじゃないから、正直ね何が面白いかちょっとわからなかったですね。まあすごい数の漫画が置いてます。でみんなね漫画読んでるんですよ確かね。そこでね紙芝居とかもやってたかな。昨日もねほんま暑かったです。もう半袖でいい。明日からね5月なんでね、また一から出直しですね。僕ね T シャツをねユニクロでもね見たんですよ。まあどんな感じの、最近はどんな感じの T シャツがあるかなっていうのを時々見てたんですけど、もう純ちゃんにねそっくりなね T シャツがあったんですよ。もうアートっぽくなってるんですけど、可愛いっちゃ可愛いんですよ。いやユニクロにちょっと先越されたかなと思って。このね連休が終わったらハツとキュウちゃんをフェラリアの検査に連れて行って薬もらって、あ、ジュンちゃんもね爪切り行かないとダメですね。まだね蚊はね見てないんですよ。出てないというかまだ。はい、今日はこんな感じです。キュウちゃん待ってた、ジュンちゃん待ってた、ジュンちゃん。寝てる。はい、今日のご飯ができました。今日のご飯はもち麦のご飯と卵2つと、これ小松菜とちりめんです。これ小松菜とちりめん。小松菜ってバターみたいな味しないですか。はい、これ今焼いた卵です。味付けは何もしてないです。もう贅沢にね2つ使っちゃいました。野球のね大谷翔平くんもねすごい食事には気を使っててね、ご飯は玄米なんですよ。味は二の次みたいです。まあほんで栄養管理が一番みたいですけど、同じものばっかり食べてるみたいですまだ眠たいみたいです。キュウちゃんはねソファーのとこにいます。ハツはねいないですね。玄関にいるんでしょうか。ジュンちゃんはここにいます。はい、今日はこんな感じです。